そうか、力は取り戻せなかったか。でもいいんです、大事なことが分かったので。しかし目覚めの力は必要になる。一度身につけた力なら何かの拍子に思い出すかも。何かの拍子って？そうそう、空は単純だからね。はあ、確かに難しく考えすぎていたのかもしれんな。イエンシッド様まで必要に迫られれば活路を見出す、それが空の強さ。褒められてるのか何なのか。お、ただいま戻りました。はあ、やあ、みんなもいたんだね。いたんだねって先に行っちゃうから。あっ、あっ、ただいま。三人はどこかに行ってたの？ヘラクレスのせ…うわっ、ヘラクレスの世界に行ってきました。空の失われた力を取り戻すために。でも取り戻せなかったんですけどね。そうなんだね。でも僕たちも良い報告はできないんだ。二人はアクアを探しに行ったんですよね。イエンシッド様から聞きました。見つからなかった。ちょっと俺にも話させてよ。マスターアクアは前に俺と空でたどり着いた闇の海岸でつながりが途絶えてたんだ。つながりが？闇の世界よりもはるか闇の底、闇の深淵に向かって。いや、前に空が闇の深淵に飲み込まれた時、俺が空を迎えに行った。だから同じようにマスターアクアに近い強いつながりを持つ者が闇の深淵に潜りさえすれば。アクアと強いつながりを持つ二人、一緒に修行していたベンはアクアにしか見つけられない場所にいる。テラもアクアが最後に見て以来姿を見せていない。アクアが消えたキーブレード使いを見つける鍵。そしてアクアたち三人のキーブレード使いを育てたマスターエラクスもゼアノートに撃たれた。俺が助けるよ。え？ちょっとちょっと、空はまだ目覚めの力を取り戻してないんだから。あ、ごめん、なんか突然そういう感情が湧いて。でもなんだか説得力があったよ。ああ、頼りにしてるからな。うん、空は目覚めの力を取り戻すことを優先するとして、王と陸はかつてアクアが訪れた世界をたどれば、アクアとのつながりの手がかりが得られるかもしれん。わかりました。僕たちはアクアの足跡をたどって手がかりを探してみますが、その前に。ん？実は闇の世界の敵は強力で、僕のキーブレードは痛み、陸のキーブレードは折れてしまいました。新たなキーブレードを手に入れなければなりません。なるほど。ではカイリたちが修行中の魔法使いマーリンの元に寄ってみなさい。はい。ついでにこれを渡してきてくれるかな。これは？そう、二人に渡したのと同じく、カイリとリアの分の闇を払う新たな衣だ。わかりました。ずるい。イエンシッド様、俺の分は？
そら、ヤシンド様に俺たちだって必要だぞ。よいよい、もちろんソラの分も用意してあるぞ。え？妖精たちからの贈り物だ。さすがヤシンド様、ありがとう。ソラの衣は前回と同じく特殊な能力が秘められているらしく、用意するのに時間がかかったようだ。あとチップとデールからの贈り物も入れてある。へえ、わかりました。よかったな。うん、みんなこれで準備は整ったかな。待った待った、私をお忘れなく。ジミリー、またソラたちに私がお供させていただきますよ。旅の記録はこのジミニークリケットにお任せあれ。これで勢揃いだね。あ、うん。さて、新たな旅立ちに際してソラにはこれも渡しておこう。あ、これは？絆のお守りだ。多くの心とつながることができるソラならば、その絆が大いなる力となって助けとなるであろう。では行ってきます。鍵が導く心のままに。ね？うん。それは合ってないでしょ。考えてるよ。何も浮かばないんだよ。気のせいかな。このパターン前にもあったよね。ん？あ、何？空から音がしてますよ。え？これは？音止まらせないぞ。そう言われてもな。これかな。つながった。え、デール？チップ、つながったよ。ねえチップ、もう早く出てよ。チップ、ソラに大事なことを伝えようと思って、これからも大事なことを伝えることになると思って、このモバイルポータルをとりあえずソラに渡してほしいってイエンシッド様のところに送っておいたんだ。写真も撮れるよ。おお、やっと完成したんですね。これを持っていれば遠くにいても会話ができるし、我がジミニーメモもパワーアップしますよ。へえ、そんなに便利なものなんだ。それで大事なことって？前の眠りの世界の旅でリクが賢者アンセムから託されたソラの心と記憶に関するデータがあったんだけど。アンセムカード。うん、僕たちがアンセムコードと呼んでるデータの解析を進めていたんだ。データは暗号化されていて、まだ一部しか解析されていない。誰？ああ、本体の方とは初めましてだったかな。僕はイエンツォ。エレウスも一緒だよ。エレウス、ロクサスの本体だからって気にすることないだろう。ともかく、君たちが僕たちのノーバディを倒したおかげで人間として復活したんだ。最初はノーバディになることを望んだんだけど、僕たちも結局ゼムナス、いや、ゼアノートに騙されていたのさ。え？ってことは13機関だ。違うよ、僕たちはもうゼムナスやゼアノートの支配下にない。人間だった頃と同じ、純粋に心を解明しようとするガクトに過ぎないよ。信じられない。でもアクセルは僕たちを助けてくれたよ。
僕たちも君たちのようにこの世界に連れ戻したい人がいるんだ。それにはお互い協力した方がいい。早速だけど、ソラ君、君に関する興味深いデータがアンセムコードから解析されたんだ。俺に関すること？うん。我が師賢者アンセムは君の記憶を復元する過程で君の心を調べていたらしい。そして発見した。どうやら君の心には君とは別の心があるらしい。別の心？あれ？そら驚かないんだね。うん、俺なんとなく感じてたんだ。俺の心に眠る心、それは多分ロクサスの心だ。そしてカイリの中にはナミネがいるはず。なるほど、自分の心は自分が一番理解しているか。実を言うと僕たちにはまだそこまで結論を出せていなかったんだけど、しかし興味深いね。本体とノーバディが同時に存在しているばかりか、心が同居しているなんて。賢者アンセムもソラ君のその特異性に目をつけたのかもしれないね。僕たちはその仮説に基づいて検証を進めてみるよ。それじゃあまた。じゃあまた何かあったら連絡するからね。通信は僕たちとレイディアントガーデンと王様たちにもつながってるからね。ジミニー、モバイルポータルの使い方ソラに教えてあげてね。お任せあれ。俺はロクサスを助けたい。だから王様やリクのようにまずはロクサスの心をたどるよ。ふん、うん、空の心のままに進むのがいいってイエンシッド様も言ってたしね。あれ決まってるだろ。